ます。清水正人君自由民主党の清水正人です踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案について順次質疑をさせていただきたいと思いますまず踏切改良促進法から行きたいと思いますが え現在、ですね長引く新型コロナウイルスの感染症等の影響によりまして、昨年は全国で、また今年に入っては首都圏や大都市において緊急事態宣言が発令されるなど、経済活動が停滞し、人々の移動が滞る事態が起こりました、道路管理者である地方自治体におきましては、こうした中、さまざまな対応をしなければいけないということで、財政状況もですね大変厳しい状況になっていると伺っているところであります。 またです、ね、鉄道事業者におきましては、コロナ禍の中で、観光や県外移動自粛、またテレワーク等の影響を含め、JR4 社をはじめ、多くの鉄道事業者で大きな赤字決算が見込まれるなど、厳しい経営状態にあると認識をしております。踏切の改良においては、例えば連続立体交差化事業などだと、自治体が90%、そして鉄道事業者が10%の負担であります。 自治体分につきましては、国からの補助を受けることができるとしても、総事業費から考えると、もともとかなり負担が大きな状況にあると思っております。先ほど述べたような現在のですね現下の状況を考えますと、今後の事業進捗についても影響が出てくると、こうした事業箇所が出てくるのではないかと危惧をしているところですが、しかし、各連続立体、交差化事業を計画通りに進めていかなければいけないとも思っております。 そのために国としてさらなる支援を考える必要があると思いますが、ご見解をまず伺います国土交通省、都市局長お答えを申し上げます。委員ご指摘のとおり、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、鉄道事業者は厳しい経営状況に置かれておりますが。 これまでのところ、現在工事中の連続立体交差事業に携わる鉄道事業者の方々から、事業を計画通り進めることは困難であるといったお話は寄せられておりません。連続立体交差事業は、複数の踏切を一挙に解消することにより、地域の安全性の向上に大きく寄与するとともに、都市内交通の円滑化や、分断された市街地の一体化による地域の活性化を図る重要な事業であり、 その着実な推進を図ることが求められていると考えております。このため、国土交通省では、連続立体交差事業について、平成31年度より個別補助化し、事業の進捗状況に合わせて、集中的に支援できるようにいたしました。また、国の財政上の特別措置として、通常の補助率が5割のところ、5.5割にかさ上げする措置が講じられているところでございます。加えて、鉄道事業者に対しては、その負担軽減を図るため、 鉄道事業者負担の2分の分を上限に国と地方公共団体が無利子で資金の貸し付けを行う制度もございます国土交通省といたしましては、引き続き所要の予算の確保に努めるとともに、コロナ禍の状況を踏まえ、事業に携わるすべての地方公共団体と鉄道事業者に対し、改めて無利子貸し付け制度の周知を図るなど、事業の推進に努めてまいりたいと存じます。清水君 今、鉄道事業者の方はないという話でしたが、自治体からもそういった相談等というのは来てないでしょうか、もし分かればお願いします。佐々木都市局長えと工事中の連続立体交差事業に携わっておられる地方公共団体からも、あのそういったお話は寄せられてございません清水君。 まああのそういった状況であればです、ね、まあ、いいかなと思いますが、まあ、自治体によっては、本年度もかなり苦しくなってくるところもあるんだろうと思います、まあ、今後、可能性としてです、ねまああの、事業を止めたいというようなことが起こりかねないと思いますが、まあ、あのそういった場合も完了時期が遅れないようにです、ね、今後の事業計画を上手に調整するなどして、まあ、しっかりと進めていっていただければと思います。 道路外滞留施設は道路の拡幅等が望まれているところで道路用地の確保が困難な場所等での活用が想定されていると思いますそもそもこのような道路外滞留施設を必要とする踏切については人口が多い地区駅が近いところその地域や町の中心市街地等が多いことが想像ができますそのような場所では踏切の周辺についても店舗や家が張り付くなど民間の方が地権者となっている場合も多く 土地所有者が公であれば、滞留施設協定に対しての協議は比較的容易であろうと思いますが、相手が民間の方であると、今回の法改正にあるように、協定締結後は所有者が変わ,って変わっても協定の効力があるということで、現状も変更ができない、また売り手もつきづらい等の制約がかかり、その交渉や協定の締結が難航するといったことも起こりうると考えております。そこで民間知見者との調整や交渉がスムーズに進むよう 協定を結ぶにあたって相応のメリットが必要と思っておりますが、見解をお伺いいたします。国土交通省吉岡道路局長お答え申し上げます。今般の法改正においては、踏切道の遮断時に歩行者等が滞留するためのスペースを確保し、安全性を向上させることができるよう、踏切道前後の沿道便地の所有者等との協定制度を創設することとしてございます。 この協定制度により、低未利用地を活用して、用地賠償を行うことなく、滞留スペースを確保できるようになるとともに、土地所有者等が変更した場合であっても、効力が継続することになるため、滞留スペースを安定的に確保できるようになります。制度の活用にあって当たってはです、ね、委員ご指摘のとおり、土地所有者等との調整をスムーズに進めることが重要であるというふうに考えてございまして、まあ、所有者等にとっても、管理面では、 道路管理者が管理を変わって行うことで、土地の管理負担が軽減する、あるいは収入面ではです、ね、協定の内容によっては、借地料等の収入が生じる等のメリットもあるものと認識でございます。いずれにしましても、国土交通省としましては、個々の踏切像の事情に応じまして、新しい人を無有効に活用していただけるよう、道路管理者に対して周知や助言を行ってまいります。清水君 まあ、協定を結ぶことがすで、まあ、にメリットであるというようなことなのかなというふうに思います。まあ、あの最初思ったのは まあ地方税であるんで、なかなか何とも言えないんですが、まあ、固,定資産増固定資産税等の減免があるとね、まあ、よりいいかなと思ったんですが、まあ、そこまでしなくてもまあ大きなメリットがあるということであろうかと思いますので、まあ、あのいずれにしても、もともとやっていたことを明文化したというようなところもあろうかと思いますので、まあ、これを機に事業がさらにスムーズに進むように努めていっていただければと思います。続いて、災害時の踏切道管理方法についてお伺いをいたします。既に ご案内のとおりです、ね、平成30年の6月の大阪北部地震の際は、列車の駅間停止等により、多数の踏切道において遮断が発生したということであります。このことから災害時の管理方法を定める踏切を指定し、その管理方法を鉄道事業者と道路管理者との間で協議をすることとされております。ここののような事態は全国いるるるとで起こる可能性ががあると言えますが まあそもそも鉄道事業者は災害時にはまず運行の再開に向けた復旧を優先すると、また道路管理者については円滑な交通の確保を優先するということで、まあ、両者の考えに多少違いがあるということが課題であろうかと思います。そこで管理方法の協議時に 対処要領の作成だけではなく、いざ発災したときには、現場にいる職員が対処要領を把握して実行できるようにすること、またあの救急がいつも課題になるわけでありますが、こうした救急隊の関係者も連携して対応できるようにして、現実に即した対応ができるようにするべきと思いますが、見解をお伺いいたします国土交通省、上原鉄道局長お答えいたします。 今回の法改正により、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道を国土交通大臣が指定し、指定された踏切道において、鉄道事業者と道路管理者で連絡体制を構築するとともに、踏切道を優先的に開放するための対処要領を作成することとしております。その際、作成された対処要領に基づく措置が、現場において適切に実行される必要があることから、 当該措置に関する定期的な訓練の実施に関する事項も定めることによりまして、日頃の訓練を実施することを奨励したいというふうに考えております。さらに、当該措置の実施に際しては、委員ご指摘のように、救急隊等、消防や警察当局との連携も不可欠と考えております。このため、対処要領を作成する際には、内容に応じてこれら関係者の意見を踏まえるとともに、 消防当局等とも連絡先や対処要領を共有しておくことにより鉄道事業者と消防当局等が現場で緊密に連携することが可能となると考えております具体的には踏切の遮断状況等につきまして鉄道事業者と消防当局等との間で情報共有しておくことにより緊急車両が当該踏切を通過できるか迂回する必要があるのかといった判断も 適切に行うこととができるものと考えております消防当局等との連携も含めて、管理の方法が現場において実際に適切に行われるよう、その実施状況を確認してまいりたいと考えております清水君。やはりあのしっかりとした情報の共有というのが何よりも大切かと思いますので、まあ、訓練ももちろんでありますが、しっかりと対応していただければと思います。続いて道路法の関係で、道の駅についてお伺いをいたします。 東日本大震災や熊本地震、そして度重なる豪雨等の災害時に、道の駅が災害復旧の中継基地等として大きな役割を果たしてきたことを受けまして、昨年の中央防災会議にて決定された防災基本計画で、防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置づけ、機能強化することとされました。 また、昨年の国土強靭化年次計画2020において、防災道の駅認定制度が導入されると、まあ、これが記載をされたところであります。まあ、昨今の災害を見ると、まさに日本各地で頻発しており、まあ、どの地域で起きてもおかしくないというのが現状でありますが、防災道の駅の認定基準および全国でどの程度の件数を認定する予定なのか、お伺いをいたします吉岡道路局長。 お答え申し上げます道の駅は主に道路利用者が安心して休憩をつけてできる場として各地で産声を上げまして、その後、地域の創意工夫もあり、道の駅自体が目的地となるなど、その魅力を向上しながら進化してまいりました。また、東日本大震災などお話がありましたとおり、大規模な災害において、道の駅が復旧・復興活動の拠点や避難場所として活用されたこともあり、 近年、災害が頻発化、激甚化する中で、その防災拠点としての機能強化が求められております。こうしたことから、国土交通省では、大規模災害時に広域的な復旧、復興活動の拠点として活用されることが期待される道の駅を、防災備の駅として選定し、その機能強化を図るため、 財政等による支援を行うこととしてございますお尋ねの防災道の駅の制度の要件でございますけど、大きく1つ目でございますけど、都道府県が策定する地域防災計画や新広域道路交通計画に広域的な防災拠点として位置づけられていること、2つ目といたしまして、電源、通信施設、水の確保等により、災害時においても業務実施可能な施設となっていること、3つ目といたしまして、 災害時の支援活動に必要な広い駐車場を備えていること、4つ目として2点目と重なりますけど、BCP ・事業継続計画が策定されていることということを位置づけておりまして、現在、対象となる道の駅の選定作業を進めているところでございます。防災道の駅の件数といたしましては、広域的な防災拠点としての役割を担わせるということを考えまして、 各都道府県で当面、1、2箇所程度を選定することを想定しているところでございます。国土交通省としては、防災道の駅の選定、支援をすることにより、引き続き道の駅の防災機能強化に努めてまいります清水君。当面は1つから2つということでありますけれども、今後ですね、計画的に他の道の駅等もやはり改修等をしてですね、 ま、防災道の駅に進化させていくような取り組みをさせていただきたいとも思っております。また、あの今回の法改正で防災拠点、自動車、駐車場制度が創設されることに関連しまして、全国の道の駅のうち、防災拠点、自動車、駐車場の指定を受ける駅は道の駅はどの程度あるのか伺います。また、あの先ほど。 話をさせていただきました、まあ他の道の駅に関しても、さまざ、あ、まなところで災害が起きることから、まあ、しっかりとこの防災道の駅や、防災拠点自動車駐車場を持つ道の駅へと、まあ、変化をさせていく必要性があると思いますが、その見解についてもお伺いいたします吉岡道路局長。お答え申し上げます。えー、防災拠点自動車駐車駐場については 災害時に広域的な災害応急対策の拠点として、道路の警戒救急、救命救急活動、災害復旧等のために活用されることが期待される道の駅等の,駅等の駐車場を指定することを考えてございます。その数でございますけど具体的には、地域防災計画に告げられた道の駅や、サービスエリアやパーキングエリアを中心に、全国で200カ所程度の指定を今、予定しているところでございます。 防災拠点自動車駐車場や、先ほどの防災道の駅の指定等は、現在、地域防災計画に広域的な防災拠点として位置づけられている道の駅を対象に行うことを予定してございます。今後、指定等から外れた道の駅についても、地域における議論を踏まえまして、新たな広域的な防災拠点の形成に向けて、関係省庁と連携を図りながら、防災機能強化にする。 計画的な改修等に対して、財政的な支援を進めてまいります。でこれらの道の駅につきましても、防災機能の強化の状況とか、あるいは地域防災計画での位置づけなどを踏まえまして、えー、防災拠点自動車駐車場や防災道の駅として指定等を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。今後とも地域のニーズを踏まえながら、防災拠点自動車駐車場や防災道の駅の指定等を進めるなど、好意的な防災機能の強化に努めてまいります。清水君 今防災拠点、自動車駐車場についてもお話があったところでありますが、これにつきましては、これに指定されると、一般の利用については禁止または制限をされることになるということであります。これまでもさまざまな災害が起こったときにあったように、災害時に道の駅に車で避難をしてくる近隣住民も多いと思いますし、その対応も考えなければならない。 また災害の起こった場所が観光シーズン等であった場合には、まあ、すでに多くの車で駐車場が埋まってしまっているという等の事態も今後、想定されないとは言えません。まあ、こういった場合、この利用の制限等についてはどのような対応になるのか、お伺いいたします吉岡道路局長。お答え申し上げます。えー、防災拠点自動車駐車場に指定された場合には、災害応急対策以外の利用の制限を行うことが可能ですが、ご指摘のとおり、地域住民や、 道路利用者の避難場所などとして利用が期待される道の駅も存在しているということでございます。こうした利用に支障をきたすことがないよう、指定にあたっては、道の駅の地域防災計画の位置づけなどについて、市町村に十分な確認を行ってまいります。併せて、指定された道の駅の駐車場については、地元の市町村との協力を得つつ、日頃から災害時に一般の利用が制限が行われるということ。 それから避難のためのスペースを確保していることを、地域住民や利用者に対して十分に周知する予定でございます。また、利用制限の実施時には、道路情報版やホームページなどでの周知を十分に行うとともに、現地に来られた方に対しては混乱を招かないよう、地元の市町村とも連携しながら、避難のためのスペースをあらかじめ余裕を確保しておくというようなこととか、避難場所等への案内を行うなど、 実施またお尋ねの観光シーズンに災害が発生した場合であってもです、ね、防災拠点としての機能が確実に把握されるよう、道の駅の業務継続計画、BCP におきまして、指定された防災拠点自動車,駐車自動車駐車場内に駐車されている一般車両の誘導方法であるとか、あるいは利用者が人に着くまでの食事の提供や、通行可能な道路の情報提供方法などについて定めるとともに、防災訓練等を通じて、 実効性を高めめるようううにに努ててままいいいいりたいというふうに考えてございます国土交通省としては、いつ災害が起きても、道の駅が防災拠点として機能が発揮されるよう、事前の周知や現地の案内と関係市町村と連携をしながらです、ね、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます清水君まああの。観光シーズン等のことについてはです、ね、まあ、想定される場所というのは限られてくるんかなというふうに思いますし、まあ、しっかりと事前にです、ねまあ、そういった対応、準備をしていただければと思います。 もとより道の駅というのは、24時間無料で利用できる駐車場やトイレなどの休憩機能、また道路情報や観光情報、緊急医療情報などの情報提供機能、また文化共用施設や観光レクリエーション施設などの地域振興施設で地域と交流を図るための地域連携機能というのを持っていたものでありましたまあこれにですね新たに加わるのが今回の防災機能というのが、新たに加わってくるんだろうというふうに思います。 が、まあ、新たなステージに入った道の駅に対してですね。今後もしっかりと様々なサポートをしていただければと思います。あの、この防災といった面に限らず、道の駅の支援メニューについては、各省庁での道の駅支援メニューっていうのが取りまとめていただいておりまして、大変素晴らしいものが取りまとまってるなって、私も読ませていただいてあの思いました。 ただあのなかなかこれがねどこまでしっかり伝わっているのかっていうのもあろうかと思いますし、まあ、そうしたことを通してさらに道の駅というのが充実したものになるように、まあ、取り組みを進めていっていただくようにお願いをいたします。え続いて緊急輸送道路についてお伺いをいたしますえ。現在はですね、無電中化の関係についてお伺いしたいと思いますが、現在は平成30年度からの無電中化推進計画の約1400キロメートルに。 防災・減災、国土強靭化のための3カ年、緊急対策の約1000キロメートル、計2400キロメートルについての整備を促進しているところでありまして、 これに防災・減災、国土強靭化のための5カ年加速化対策においての無電中化施策を加えまして、無電中化を進めているところであると認識をしているところであります。市街地の緊急走道路については、全国に約2万キロぐらいあったと思いますけれども、現在の無電中化率というのは38%ぐらいということでありまして、現在の計画を進めていくと、 まあ当初、目標達成の年数が令和44年度ということであったと聞いております。まあ、これがいろいろなご努力で前倒しをしていただいているところで、今、令和41年に前倒しされるというふうに伺っておりますが、ああそれでも約40年弱かかるということでありまして、もちろん相当な苦労をかけて交渉して、事業を進めていただいているということは理解をしておりますが、緊急輸送道路というのは、いざ災害が起きたときに、 まあ国民の生命をですねま,あまさに守る道路でありまして、ああそういった観点から、さらに速やかな事業完了への取り組みを進めていかなければならないというふうに思っておりますけれども、見解をお伺いいたします吉岡道路局長。 お答え申し上げます委員ご指摘のとおり、緊急走道路は災害時の救命活動や復旧活動など、国民の生命と財産を守るため、災害時でも円滑な通行確保を図ることが重要であるというふうに考えてございます。このため、緊急走道路については、道路の閉塞を防止する無電中化を重点的に進めているところですが、お話がありましたとおり、電柱倒壊リスクの高い市街地の緊急走道路でも、約38%しか無電中化が実施できてないという状況でございます。こ、まあ、こうしたことからですね お話もございましたけど、昨年12月に閣議決定された防災・減災、国土強靭化のための5カ年加速化対策では、市街市等の緊急輸動道において、令和7年度までに新たに約2400キロの無電中火に着することとし、令和41年度までに全線で事業着することを目標としているところでございます。でさらに、令和3年度を初年,とする初年度といたします、次期無電中火推進計画では、特に緊急輸送道路については、専用制限制度の活用 や新設、活用により、新設電池を抑制するということや、電線流の地中化などを重点的に進め、緊急走道路に関する電柱を減らすということを盛り込んで策定する予定でございます。まあ、この計画などにより、災害時に緊急走道路の機能を確保されるよう、関係者と連携を図りながら、無電柱化を加速してまいりたいというふうに考えてございます。清水君まああの 令和41年が全線着手ということで、まあ、私、ちょっと完了かなと思ってたんで、ちょっとそれが勘違いしてましたが、まあ、あの特にこの緊急輸送道路については、実はあの2つの課題があるんだろうというふうに思ってますで。1つはですね、やはりその踏切の改良をしなければいけないと、でもう1つは、この無電柱化をしておかなければいけないとで、この例えば片方どちらかやっていたとしても、まあ、いざ災害が起きたときに、両方できていないとですね、 まあ結果、うまくいかないということがあろうかと思います。まあ、自治体等の計画との整合性等もあろうかと思いますが、まあ、緊急時のことも想定しながらです、ね、まあ、整備の優先順位というものがしっかりとつけていただいてです、ね、まあ、対応していただくようにお願いをしたいと,したいと思います。またたちょっっとこれ通告しなかったんですが 例えばその緊急走道路で無電柱化が必要であり、なおかつ改良すべき踏切がある場所っていうのはどれぐらいあるかとかって分かりますか、まあ、もし分かれば、後とでまあ教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします一方で,です、ね、新設の電柱っていうのがもちろんありますが、この本数が年間約7万本で増え続けていると。 いいうふうふに聞いております、まあ、このほとんどが家屋の新築などに伴う供給の申し込み、またあの太陽光等の再生エネルギー系統の申し込みだそうです。まあ、太陽光等については、中山間地域等が多いので、それほど気にする必要はないのかなと思いますが、新築家屋がいくらができて、この町場にできたりするっていうのは、これ、場合によってはまあ災害時に新たな被害が起こる要因にもなりかねません。こ、まあ、こうしたととを考えますと さら、まあ、なる新設電柱の抑制策や、無電柱化の、まあ、コスト削減や工期短縮も、まあ、図っていかなければならないというふうに思っておりますが、あその見解についてお伺いいたします吉岡道路局長。 お答え申し上げます電池の本数でございますけどこれ、道路だけじゃない,というわけでございますけど平成30年の時点で全国で約3600万本あるということでございまして、地中化を進めている一方で、家屋、新築等に伴う増加量に毎年7本も増加しているという状況でございます。でお話がありましたとおり、無電池化推進のためには、季節電池を安く早く地中化することはもちろんのことですね、新しく施設置される電池を抑制することが重要だというふうに思っております。このため 令和3年度を初年とする次期無電柱化推進計画では、3つのポイントといたしまして、新設電柱をまず増やさないということ、それから2つ目、徹底したコスト試験を推進する、3つ目。 事業のさらなるスピードアップを図るを盛り込んで策定する予定でございます。で具体的に新設電柱の抑制につきましては、緊急走道路など、道路区域内に新設電柱,をの,新設電柱の専用を禁止措置を導入するとともに、道路区域外においても、今回、沿道区域を対象に届け出勧告制度を創設することといたしております。またた道路事事業業や市街地開発事業等の実施に当たってはは技術上困難と認められる場合以外は 原則として、道路における新たな電柱の設置を禁止することを徹底したいというふうに考えてございます。季節電柱の無電柱化については、電柱による架空線に比べて、地中化のコストが高いこと、それから整備期間が長いこと等が大きな指標となっていることから、ご指摘のとおり、徹底したコスト試験や事業のさらなるスピードアップを図るため、時期の計画では、 管路を発作埋設する戦争埋設や低コストな材料の採用などにより、約2割のコスト支援を目指すとともに、設計や支障となるガス、下水道、上下水道等の地下埋設物の施設工事を一括して発注することにより、需要期間を7年から4年に短縮することなどを盛り込むことを検討してございます。 現在、次期計画の策定に向け、総務省、経済産業省や、電線管理者と検討を進めているところでございまして、引き続き関係者が連携し、策定される計画に基づき、不電中華を加速してまいりたいというふうに考えてございます清水君あの。今までもです、ね、かなりの研究をしていただいて、コスト削減や工期短縮に努めてきていただいたということも理解をしております。 これはやはやりあの民間業者との協力がなければ成り立たないところというのも多々あろうかと思いますので、大変な作業だと思いますが、今後もですね努力を続けていっていただきたい、よろしくお願いをしたいと思います。最後に鉄道事業法についてお伺いをいたします。 2019年の台風19号では、私の住む群馬県においては吾妻線というのがありまして、これはあのヤンバダムだとか草津温泉に行くときに使う路線でありますけれども、まあ、これがあの土砂流入や電線の倒壊によりまして、復旧まで4ヶ月余りの時間を要するということになりました、またあの平成30年の7月豪雨では、まあ、JR 西日本山陽線において倒木や土砂の影響で、これも復旧まで3ヶ月を要したということであります。 まあこの間、代替バスなどの運行というのは行われたところでありますが、まあ、あの多くの住民の足に影響が出、不安負担をかけたこともま事実であります。まあ、復旧に関しましては、さまざまな事情や要因によって時間がかかるわけですが、その要因の一つに、土砂撤去のための作業場や、 作業場やあ重機搬入炉に使う土地の確保ができないということが挙げられるということであります。これはその土地,のその土地がです、ね、民地のために地権者の同意が取れずに使うことができない、まあ、例えば相続で地権者が近くにいないとか、所有者不明の土地であるとか、こういったことであろうと思います。今回の法改正においては、その点の課題をクリアすることになるわけですが、まあ、鉄道、臨地の住民の方々と鉄道事業者との有効な関係をつくるための交流を、普段からしっかりと行っていくことが、まあ、この法案が通ったとしても重要であると考えておりますが、県は。 おお伺いいいたたししまますす上原鉄道局長お答えいたします今般の法改正では、所有者等と協議が整わない場合であっても、必要性がある場合は国土交通大臣の許可を受けた上で、鉄道事業者が所有者等との同意が得なくとも土地の一時使用を可能としたところでございます。ただし、大臣の許可を受ける場合においても、まずは鉄道事業者が土地の所有者である、 沿線住民等の同意を得るための努力をすることが前提であり、そのためには、ご指摘のとおり、日頃から円滑な関係づくりが不可欠であると考えております。今回の法改正に際しましては、有識者や関係省庁、鉄道事業者などからなる、鉄道用地外からの災害対応検討会におきまして、検討が行われ、昨年12月に提言が取りまとめられておりますが、その中でも、事前防災や被災後の早期復旧のために、 公正度面以外に検討すべき事項として、鉄道用地外の知見者との円滑な関係づくりが示されているところでございます。国土交通省といたしましても、今回の改正と合わせまして、鉄道事業者が沿線住民等との日頃からの円滑な関係づくりに努めるよう指導してまいりたいと考えております。清水君。 時間ですのでまとめたいと思いますが、まあ、あの今までもです、ね、なかなかその交渉がうまくいかなかったというようなこともあったということも聞いておりますので、まあ、しっかりとですね、普段からの関係性できるように、ご努力を続けていっていただければと思います。